開きかっこレーダー照射閉じかっこ閉じ狂った韓国、チーム関係がアメリカに喧嘩を売ってしまう顔交じ笑い。韓国韓関係悪化は米国の仲裁不在のせい。オバマは助けてくれたのにトランプは何もしてくれない。引用。朝鮮日報日本語版。安春雄、アン、14、社。レーダー照射、韓非関係悪化、米国の仲裁不在で三角同盟が揺らぐ恐れも。略。新、学出現中日韓国大使は4日、韓非関係は、それ自体だけでなく韓米関係、南北関係にも大きな影響を及ぼすである。韓米比が共同戦線を張れなければ、北朝鮮非核化プロセスも難航しかねないと語った。北朝鮮非核化や制裁緩和をめぐって形成された韓米比 VS 浅中路の構図で、重心が浅中路の方へ移りかねないというわけだ。中国、北朝鮮に対応して韓米比の三角安全保障協力体制を強調してきた米オバマ政権のアジア重視戦略は、トランプ政権発足後、事実上廃棄された。このところ韓米間の防衛費分担兼ね交渉が難航している中で、韓非間のレーダー照射問題まで起きたことにより、外交関係者の間からは韓米比の安全保障協力がきちんと動くかどうか疑問という声が上がっている。外交官出身のアルゲン高官は軍事情報包括保護協定、グザオミア、を締結して軍事協力を約束した韓非両国が、昔なら問題にもならないはずのことで消耗戦のような論争にはまり込んでいると語った。一部では、米国の仲裁外交不在が韓非関係悪化に決定的影響を及ぼした、という分析もなされた。オバマ政権時代は、韓か韓以外交的な悪材料が出現すると米国が直接乗り出し、干渉役を果たした。オバマ政権は2013年末、安倍首相が靖国神社を参拝した直後、失望したという異例の論評を出した。李徳都氏、ユン、独任、前国立外交委員長は韓非慰安婦合意だけを見ても、米国政府及び議会が安倍釜山首相に圧力をかけて作り出した、事実上韓米非の合意だった。同盟を重視するオバマ政権が、韓非関係を米国の戦略要素と考えていたのに対し、トランプ政権は韓米、日米関係で分けて考えていると語った。引用。開きかっこネット上の声と自かっこ。自立しろバカ。お前が悪い。一方的にお前らが悪いやろが。抗議ブアップか。いつまで経っても人のせい。国のせいじゃん。自国の地を他国に頼るな。アメリカの顔に泥塗りまくりだからな。さすがに無理やりすぎ。きっと誰かのせい。報道したらいいのかわからないのだろう。告げ口外交したパクちゃんの成果だろ。外交の天才のムンキーはアメリカも巻き込めない無能か。 W 瀬取りなんかしててトランプが助けるわけねえだろ。余った連絡す。日米同盟はまだまだ続くけど米韓同盟はもうすぐ終わるから、お前らいらないとだから。自分たちが悪いという発想が一切なくて吹いた。敵国を助ける国なんてあるか。どれだけ余ったれてんだこいつら。オバマに矛先向いてはろた。何言ってるの。北への圧力で空母を常駐させてくれたりお世話になってるよ。日本はね、昔なら問題にならない。民主党政権の時だけだろ問題にならなかったの。アメリカいらないんじゃなかったのは。ギブアップすんの。悪いのは全部他人のせい。子供かな。全方位に喧嘩打ってくスタイル。もうはしご外されてるってことだろ W。 もともと誰からも相手にされない国。